その時の高梨さんのちっちゃな成功というかちっちゃな結果ってどんな出し方したとかどんなが出たとかってありますかえっとですねあの、うん、で今考えればそうできたなっていう話でして当時は何もできずに、うん、あのひたすらメン,タクメンタルを削られていっ 休職、えー、して退職したというですね。ああ、そうか。ねまあ、だからリアルはそうやったけど、うん、今もしあれやったらこうしとったらみたいなのありますか今ま,まさにその,その時に自分がもっと早くタスク管理に出会っていればまた違っただろうなという<ー>私にとってタスク管理って、まあ、それぐらいの存在感があるので、それでなくてもやっぱりこう。あのー 当たり前のことを当たり前にやるっていうだけで大丈夫っていう感覚がありさえすればまあタスク管理云々は置いとくとしてもあのやっぱりこういろいろできないとかどうしてもなんかこう自分にハードルを高く設定しちゃって頑張らなきゃ頑張らなきゃって思えば思うほど高くなっちゃってそうするとこうあの 例えば他人から冷たい言葉、嫌な言葉を投げつけられたとしても、うんうん、それはダメージは受けるんですけれども、うんうん、でもあの、それ以上にダメージ受けるのは自分が自分に対してダメだ、ダメだってダメ出しをすることなんですね。それによって、もう際限なく、もうそれがこう反数されてですね、うんうん、もう四六時中自分にダメ出しをして自分の あのいろんな力をこう削いでいく形で、うん、結局ですね休職したのは私はその,あの周囲の人たちによるこう心ない言葉だとかそういうのももちろんあったんですけれども最終的には自分で自分を責めて追い込んでしまったことが給職の理由だなと思ってます。 だからそう取らないように、自分への期待値を思いっきり下げることができれば、どうにかなったかもしれないなって思いますうんうん、うん、いや、もうまさに最近、本当にそれ、僕も結構いう話で、まあ、いつもあの今日も訓練でも言ってたんですが、やっぱりそのハードルって、設定の仕方って自分でできんねんけど、ちょっと言い方申し訳ないですけど、できない人っていきなり高いハードルを。 なんか一応言い方、今のあれで、オリンピック出るねん、俺とかって言い出すじゃないですか。いやいや、まず、<laughs> まず県大会から行こうよやのに、いやいや、俺もオリンピック出るで、当選して出れんかったって落ち込むじゃないですか。いや、それ県大会やったら勝ててたんちゃうんやのに、っていうところは、それオリンピック出られへんの落ち込むのはわかるけど、ねえ、そんなっていうところは、例えばどうかわかそれは本当にまさに、高野さんもおっしゃってましたし、あのー、 いやまさにそうだと思うんす。だから別に結果出すって言ったらね、言ってあの、えっと、お団子さんも結果出す、刺さりましたって言ってくれてますけど、めっちゃだから、ほんま、金メダル取ろうって話じゃないですね。はい、はい、そうです。ほんまに、そう、あの目の前の一戦を戦って、ん、はい、か県大会で優勝しようやし、もっと慣れたらもう、地区大会で優勝でいいんですよね、ほんまにね。そうです、ね、もう、なんであれば、参加賞でもいいぐらいう、はい、そう、そう、僕も思いました。<laughs> 地区大会優勝とか、地区大会参加でいいですよねっていうのを。 で、それ参加できた自分を褒めればええのに、はい、オリンピック金メダル取れなかった自分あかんとかってなると、それはあかんよね、みたいな。そうですね、うん。で、あとはもう結局自分の評価やから、周りが、いや、頑張ったよね、と言ってでも自分があかん、自分があかんって、確かにずっとうちにうちになって、ですよね。そうですね。うん、で、それをこう、あの、可視化することが大事で。うん,うんうん。あの、結果、 で別に何かものとして残るというか結果っていう何かがあるわけじゃないじゃないですかで、そしたらそれを何らかの形でこうか形にして残さなきゃいけないなと思ってましてそうすることによってこう自分やったんだなっていう達成うん、うん、そういったものをこうあのー 自分の中にこう残せるんですよねそれって自分にとってはやっぱりこうタスク管理で私大体1年に1,000個ぐらい会社員時代はタスクやってたんですけれどもっていうふうに言えると1,000個1年間でやったんだってすごい自信というかこう嬉しい感じもあると思うんですけどっていうふうにこう終わらせタスク1個終わらせたら1年 え何かの数値が上がるみたいなそれが常にこうパラメータとして確認できるみたいなそういう仕組みを作っておけばあのまあどんな小さなタスクでもいいんですけれどもあの結果を残す結果が出たらつまりタスクが完了したらえ何らかのパラメータが1上がるみたいなこういうふうにしていくとあの自分のなんていうんですかねこう達成感っていうのを より実感できて、メンタルに良い働き方ができるようになるんじゃないかなと思いますえいやもう、またね、どんどん前半おっしゃった、結果残すってなると、なんか勝負に勝つとか、それこそま金メダルって思いがちですけど、そうじゃないですよね、ねそうじゃないです。はい、今おっしゃったらそう、タスク、先行って確かに、いや、僕、言えないですもんね、去年、タスク、何個しましたかって分かってないから、あれけど、でも高梨さん、そうやってちゃんと記録を取られてるから、 だから一年で専攻って言ったら一日、一日毎日やった人3つです。結構でかいですよね。そうですね。はい。だそれもまさに結果ですよね。そうですね。もうそれも一つ一つのタスクが本当にちっちゃくてもいいんですよ。うん,うんうん。はい。あの、例えば、えっ、ー、と、コピーしたとか。あ、うんうん,うん、うん。<laughs> そんなんでもタスク一つですし。だ、うん、そういうふうにやっていくといいのかなっていう。まあ、あの、これを、 あのー、ゲーミフィケーションって言ったりもしますね。へえ、ゲーミフィケーション、はいはいはい。みたいに、こう、仕事を捉えるという。あはいはいはい、そうです、ね、だから今おっしゃったレベルアップってそういうことで、てれれってってっていうのは、もう自分で。 あね、タスク10個したら1個上がるみたいなのでね,ねそうですね実際あのなんかあのロールプレイングゲームみたいにタスク管理をするっていうツール、うん、アプリもあるみたいでんかそういう,こうゲーミフィケーションっていうのとタスク管理仕事をどうやってこう えー、心地よくあの過ごしていくか、達成していくかっていうのは、うん、密接ななつががりがあると思いますこれも僕のゲーミフィケーションで調べたんですけど、レベルアップやスコア競争とかってある、これ、ちょっとちなみになんですけど、だからレベルアップとかなんとかって一人だけの話じゃないですか。で、競争ってなると誰かが行ったりするじゃないですか。はい、そのあたり、高梨さん的にはどうですか えー、誰かと競争っていうのは基本的にしなかったんですけれどの自分の中での勝負みたいなのありましてね。ですよね。でそれどういう形でやるかっていうとうん、うん、例えば、えー、今日タスクが、えー、3つ発生したとします。うんうん、で たた、えー、や終わらせせ完了させたタスクが、うん、3つだったとします。すこれ引き分けなんですよ。つ発生して二つ、うん、しか完了させなかった、うん、これ1負けなんです。 逆に3つ発生して4つ完了させたら1勝ちなんですよね。っていう、あの、勝ち負けの表を私、うん、あの、エクセルで作ってたんです。特に僕自身は競争好きというか、勝ち負け結構こだわりたい方で、それを福祉にどうやって入れるかっていうのはあって、で、どうしても、あの、基本的に勝ち負けなしとか、今ほら、子供でもなんか、あの、運動会でも競争順位つけないとかやるじゃないですか。はい。僕はあんまりそれは反対で、やっぱり、 勝ち負けはいると思うんですけど、今まさに高梨さんおっしゃったように、だから自分との勝ち負けですよね、やっぱ勝ち負けはありますよね、やっぱりね。勝ち負けはあ,のあった方が、やっぱりこう、うん、自分を推し進めるブースターになると思うので、うん、いいと思いその時に、だからじゃあ他人じゃなくて、そう、自分の、まあ、おっしゃった、設定の仕方はそれぞれですけど、だから計画立ててで、それができたら勝ちやし、できんかったら負けみたいな、だからそれ、日々できますもんね。負けたとしても終わりじゃないとね。 はいえー、あのリアルタイムでこう更新していくので、うん、例えば5・5・1の段階で、うん、あれこのまんまだと1負けだなみたいな<あ>な,るなんとか終わらせられるタスク 出して、夜明けに持っていこうみたいな感じになるんですね。うんうんうん、うん、っていう風にすると仕事が進むんですよ。いやまさにそれはまあ、おっしゃった高根さんあのあ今日ちょっとま進捗悪いなあの午,午後からその簡単なやろうとかって誰かに言ってるわけじゃなくて自分で勝手にやってるって話なんですよね。はいそうですそうです。ですだからそれはできるやろうし、だからそういうのもあれですよね。この本を読めばわかるって話ですね。そうですね。<laughs>